三井の原駅は、島根県に多群をクイズ無町八川ワ三井屋にある、西日本旅客鉄道木月線の駅。愛称は、高間ヶ原。JR 西日本の駅の中で、最も標高の高い駅である、木月線全線開通時には存在していなかった。出雲坂根駅から、雪駅までは12キロメートルもあり、その間に在住している、三井の原の住民は、 地域の中心を鉄道が通っているのにもかかわらず、どちらかに移動しなければならなかった。そこで、山陰屈指の豪雪地帯であり、傾斜も緩やかな山もあったことから三井、野原スキー場を開設することで駅の開設を目指した。結果、スキー場建設と三井、野原仮上工場の建設がほぼ同時に進められ、開業もほぼ同時期となった。 当初は1日に往復の停車であったが、スキー時に全ての列車が停車した。スキー客の増加と物資輸送量の増加を背景に本駅昇格の機運が高まり、昭和33年9月に本駅昇格となった。この時、駅建設は地元負担ということになり、総工費120万円は秋田上町が、また森土作業は、 地元三井の原の住民の奉仕活動として行われたビンゴ落合方面に向かって右側に短式ホーム一面一線を有する地上駅。木月鉄道部管理の無人駅であるが駅舎に出発口が残る。駅舎はオレンジ色と黄緑色に塗り替えられた。駅周辺にはスキー場が広がる。以前は広島県福山市の福山駅から福沿線。 ゲイビ線経由で、また、広島駅方面からゲイビ線経由で、直通のスキー列車が運行されていたこともあった。近年の1日平均乗車人員は以下の通りである。なお、1994年度は46人、1984年度は44人だった。ありがとうございます。